小松虎吉大正4年2月22日は、明治時代、福島県内で活躍した石像彫刻家。高藤藩を脱藩して、福島に住み着いた石区小松治兵衛に弟子入りし、李兵衛の長男の養子として、小松家に入籍、小松布隆を襲名した。技巧を凝らした石彫刻作品を多数残し、技巧の石膏などとも呼ばれる。 一番弟子の小林和平と共に、特に、小犬彫刻を芸術にまで高めた名工として、知られている。小松虎吉は、高下元年、道の九国石川郡山形村に、高原武志局の長男として生まれた。当時、近隣の吹崎集落には、高東藩から脱藩して密かに石工をしていた、小松利平11月明治21年8月1日、が工房を構えており、 ドラ吉は、李平のもとに、弟子入りした。めきめきと頭角を表し、李平に認められたドラ吉は、慶応2年21歳の時、李平の実施、彦像の養子という形で、小松家に入籍した。その後、李平はドラ吉を後継ぎにすることに決め、先代の名前、布の高を授けた。福島県西白川郡中島村川原田にある、川田神社には、ドラ吉が、 布の高を襲名した後の襲名披露とも言える、獅子像を自ら奉納している。その台座には、浅川町吹き咲く石膏小松布の工作の、と大きく刻まれており、虎吉が小松家にとって、大切な名前、布の高を襲名したことの喜びと意気込みがよく、現れている。虎吉の作品に刻まれためには、吹き咲く石膏虎吉作、吹き咲く石膏小松布の高 彫刻人、小松布隆など、様々なパターンがあるが、おおむね、対策には、布隆名を刻んでいる。鹿島神社の狛犬。明治36年9月建立。佐久間や破壊史上の鶴石、彫刻虎吉は、普通では、石彫刻では、不可能と思えるほどの細かな文様や透かし彫りの技巧を凝らすことを得意としていた。石の社殿、壊し どっちの石作などに、これでもかと凝らされた彫刻は、他に類を見ないものである。また、石造りのコマ犬像においては、一般的な尊虚スタイルのコマ犬とは一線を画し、あたかも雲に乗り空を飛んでいるかのような、飛翔獅子という斬新なスタイルを発明した。後ろ足を蹴り上げた形で、重量バランスを成立させるため、足元には雲、岩、波、 花などに見える造形を狛犬と一体として彫る。このスタイルは、弟子の小林和平や、周辺の他の石膏たちにも引き継がれた。虎吉の卓越した技術は、福島県南部で活躍した、同時代及びその次の世代の石膏たちに、大きな影響を与えた。一番弟子の小林和平をはじめ、浅川町の岡部一三郎、梅沢孝明、白川市横町の野田平行など、 虎吉の技術に刺激され継承していった石区たちが多くの傑作を残している。その結果、福島県南地域一帯は明治期から昭和にかけて高度な技術で掘られた狛犬の聖地として知られるようになり、全国から狛犬ファンが訪れている。福島県白川鹿里宿にある小松虎吉製作の一作。中には松平定信の歌詞がある。 負けず嫌い、白河市狩宿新地山羽黒神社三道口には、白河落王の通称で知られる、白河藩第三代藩主、松平定信が読んだ歌の歌詞がある。しかし、訪れた者にこの歌詞はほとんど見えない。なぜなら、歌詞は、石の柵で囲まれており、正面には、歌詞と同じくらい、高い石の扉があるからである。その石の扉には、 これでもかというくらい凝った彫刻が施されており、中の火火よりもはるかに目立っている。この一作を作ったのが虎吉である。虎吉は火火が混流される前に、この地に狛犬や竜が巻きついた石灯籠などを作っているが、火火は虎吉の工房、石吹きではなく、東京の名門石や壱岐船に発注されたものだった。石碑が立った後に、 それを囲む柵だけ発注された虎吉は当てつけのようにわざと主役の火否が見えないような巨大かつ技巧を凝らした一作を作ってしまったのではないかと思われる。失敗作虎吉が工房を構えていた吹き咲く集落にある公民館の庭に虎吉が掘った二王像が置かれている。しかしこの二王像、実は虎吉が失敗作として土に埋めてしまったものを虎吉の死後、 地元の人たちが名、名工、虎吉の作品がうずもれたままなのは、やるせないと、掘り起こして設置したもの。彫刻人栃木県那須塩原市の運寺市寺には、虎吉が掘った、純日下げ観音像という巨大な石の観音像がある。この大きさと掘りの細かさは、驚異的で、手彫り時代の石像としては、日本有数のものである。これを掘り上げるために、 トラキチは弟子たちと2年以上に渡り寺の境内に住み込みで作業したという。像の裏に回ると、台座の裏のへこみに隠されたように、しかし誇らしげに彫刻人、小松布隆と刻まれている。この彫刻人という肩書きは、弟子の和平も晩年、大作、自信作に刻んだ肩書きで、自分たちは単なる石膏ではなく、アーティストであるという誇りの表明と言えよう。 息子と弟子虎吉には、亀之助10月2日昭和18年7月26日という息子がいて。しかし、工房内では亀之助よりも年下である弟子の小林和平の技量が目立っていた。和平自身、後に親方は欧州一の石膏だ。俺はその一番弟子だ。亀之助より俺の方が腕はずっと上だと言っていたという。亀之助は、 小松不業の名前で、父であり親方である、布隆と連名で作品をいくつか彫っているが、布ノの単独名での作品は、あまり多く残されていない。ありがとうございます。